会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。
あんまり無理しないようにね。あんまり無理し。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ています。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。
トゥビー、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット、個体識別信号をマーク。遠い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは怪盗、人類の住居だったエゴ。あのタイプ、データにあったかな。報告、敵兵発見しました。よし、行くぞ。機械生命体にやり込まれる。うわ、なんか言ってる。
ち人でない。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。いい天気。今日は。基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。真似しているだけだよ。
破壊しましょう。生命体です。横穴から逃げられそうです。